僕と契約して魔法少女になってほしいんだ。僕は君たちの願い事を何でも一つ叶えてあげる。何だって構わない。どんな奇跡だって起こしてあげられるよ。でもそれと引き換えに出来上がるのがソウルジェム。この石を手にした者は魔女と戦う使命を課されるんだ。悪いけど、簡単に逃がしてあげないわよ。さあ、受け取りなさい。これでこっちは片付いたわね。マミさん、私も倒したよ。ありがとう、カナメさん。これで作戦通りね。アケミさんは大丈夫？はい、なんとか。しがみついてるだけなら。魔女から目を離しちゃダメよ。動けないアケミさんを狙ってくるはずだわ。はい。気をつけて、ホムラちゃん。魔女が動き出したよ。来た。やっぱりアケミさんを狙ってきたわね。自分の守りを裂いてくるなんて。最後の抵抗ってところかしら。カナメさん、まとめて片付けるわよ。はい。やった、やりましたよ、マミさん。これで魔女の周りが手薄になったわ。さあ、二人とも一気に仕掛けるわよ。アケミさん、スタンバイよろしく。最後はホムラちゃんが頼りだよ。頑張ってね。あとはトモエさんとカナメさんが橋を架けてくれたら、私が。さっきの女の子、何だったんだろう。気のせいかな。やった！
お見事ね。やった。そうだよね、気のせいだよね。ここって、あれ、ともえさんとかなめさんは。この子、さっきの来て。え、運命を変えたいなら神浜市に来て。運命、神浜、何言ってるの。この町で。この町、魔法少女は救われるから。救われるって、あなた何を知ってるの。待って、神浜ってそこに行けば変わるの。魔法少女の、かなめさんの運命が。ホムラちゃん、あれ、かなめさん。よかった、ずっと黙ってるんだもん、びっくりしちゃったよ。ごめんなさい、気が抜けちゃったのかな。今日は大役だったもの、緊張の糸が切れたのかしらね。あ、そうだ、二人とも、この後って空いてるかしら。はい、私は。私も大丈夫です。それじゃあ、うちでお茶して帰らない？新作のケーキもあるわよ。え、やった、マミさんの新作ケーキ、楽しみだね、ホムラちゃん。そうだね、かなめさん。こんなこと、初めて。今回の作戦だって、これまでと同じだったのに。あんな女の子が出てくるなんて。結局、あの子は何だったの？運命を変えたいなら、神浜市に来て。この町で、魔法少女は救われるから。神浜市で、魔法少女の運命が変わる。一体、何が起きるの？